皆さんこんばんは。でででです。お菓子パーチー。今日はローソンでね、そしていろいろ気になるスイーツを買ってきたんですよ。コンビニのスイーツ食べるのいつぶりだろうってぐらい。あんまり買わないよね。買わない。惹かれるものがあんまなかったんだけどさ。でも個人的にですね、コンビニスイーツはローソンさんの一択です。意外とセブンのスイーツはね、あんまり強くない、ね、ローソンってさ、からあげくんとさ、うん、スイーツとさサンドイッチとかはやっぱセブンが強いかなってイメージ。他人は分からん。でもさ、これはあんまりいかない。私これ食べたい。これ食べていい？抹茶チーズケーキみたいな。いや、全然俺これ食うから。これ来るから。なんだろう、ローソンもっち系多いよね。もっちり系。だから私好きなのかも。そのチーズも好きで、こうもちもち系も好きで、ローソンがそういうのやたらと置いてるから好きなのかもしれないです。そのスイーツは何ですか？食べたい。いいよ。あ、美味しいじゃん。いただきます。結構抹茶もうまいし、チーズもうまいけど、別々のがうまいかも。これはなことないよ。カスタードの味がよくわからん。それ美味しいやつだよ。でも美味しいんだけど、ちょっと味変わった。本当だ。冷やしすぎたんじゃない？やばい。今さっきさ、夕飯食べたばっかりだからさ、シンプルにお腹いっぱいになるよね、絶対。ちょっとミスったよね。なんであんな食っちゃったの、夕飯。ね、つけ麺と冷やし中華食べたよな。2人でさ、住むようになって初めてだよね、冷やし中華食べた。そう、私がそんなに冷やし中華推しじゃないっていう理由もあって、あと夜にあんま炭水化物を食べないじゃん。結婚式終わってからさ、やばい痩せなきゃって言って一生太ってるよな。うん、着実に太ってる。俺は私よりどっちのがやばいよな、うん、数字だけ見ると。やっぱ数字に伴って体型もね、ついてくる。まず体が重い、太ももが擦れる、 T シャツを着た時にお腹が出てくる。やばい。顎の肉がついてきた。もう太ってきた証拠だよ。ひどいね。あるじゃん、自分はこの体重がベストだっていう。そう、無理してず、でも食べ過ぎずで一番いい過ごしやすい体重とか体型とかあるじゃん。それで言うと私ももう2キロぐらい減ってもいいけどね。とっちゃん、あと5キロ。ダメやん。結婚式終わってから俺多分6キロ太った。それやばいね。私はギリ3キロいかないぐらいだよ。いや、見てもらえば分かります、その動画を。結婚式の時より絶対太っております。だって私もさ、ハワイで買ったショーパーあるじゃん。あれ最近履いてない理由は、ハワイの時にちょうどよかったから、今履くとちょっときついのね。ハワイで買ったデニムあるじゃん。かわいい、紫っぽい。あれ多分きついの今。ダメじゃん。だから落とす。今度ダイエットしよう。ね。ちゃんと。経過報告しよう。ね。でもうちら、ちゃんと今ジムルームを作ろうと計画してんの。なんでいつもね、動画じゃ見えないんだけど、ここにさ、ドアがあるじゃん、ここ。実は和室で、この和室マジで何も使ってないのよ。だからこの部屋をトレーニングとか運動できる部屋に変えようっていう今、改造計画を今ね、ちょっとずつ進めてるから、完成したらまたちょっとお伝えします。なんかさ、私最近思うことがあって。はい。私、私生活だと8、9割は元気じゃん。あ、元気だね。で、1割ぐらい元気じゃない時があるじゃん。うん。なのに、最近の動画、自分のせいなんだけど、最近の動画で、なんか自分のネガティブな部分とか1割で湧き出てくるお悩みとかを動画に出しすぎて、なんか私のチャンネルのネガティブ率がちょっと高いんだって最近ちょっと反省をしまして。今日はちょっと楽しい話しよう。今日気分の上がる話しよう。けどなんか見てる人たちに申し訳なかったきた最近。なるほどね。 YouTube を見てるみんなからしたら最近闇期なのかなって思われそうな気がしててどうにかしよう。じゃあさ甘やかしてるエピソードとかと、いつも今俺だったらいつも毎朝でちゃんが俺が寝てる間にお弁当を作ってくれて、おにぎりも作ってくれて、ゴミも全部まとめてくれて、あとは出るだけですっていう全部のことやってくれてるって、もう甘やかされてるじゃん。でしょ。どう思う？みんなもっと私を褒めてくれてよくない？毎日寝てるんだよ。いつも寝てるんだよね。冷静に考えればめっちゃおかしくないね。トッチの方が朝早く出るからトッチに合わせて私が起きているはずなのに、なぜかトッチの方が寝てる。甘やかされてるよね。それは甘やかされてるわ。甘やかされてるでしょ。それは甘やかされてる。でも私も甘やかされてるのいい子思いついたな。あれ駅まで毎日迎えに来てくれる言うても徒歩15分だから、別に歩こうと思えば歩けるやん。しかも平坦な。そう平坦だし、対して別に天気が悪いわけでもないの中で、ほぼほぼまあその私よりトッチが先に帰ってきてる時は確実に迎えに来てくれる。10割だね。迎えに行くねんじゃない。待ってるねーだよね。うん、マッカ私自分がトッチを甘やかしてるなって思うことは1個言っていい？スーパーに行くたんびにビール買うって言っちゃう。なんかさ、私がお酒飲まないから今日はお酒買わなくていい気分とか、そういうのがわからないから、なんか私が多分アイス調査隊って言ってるんだけど、いつもアイス何アイスが置いてあるかを調査するわけ。その感覚と似てる。なんかなんていうの、お酒見なくていいのみたいな。でもお酒飲む人はね、多分大抵自分が飲むお酒を決まってるのよ。うん、絶対同じ酒なんだよみんな。そうなんだ。これ食べてみよう。うわ、これ重た。あ、やばい。もう一口できる。ごまうまくない？うん、美味しい。これシリーズうまいんだよ、このローソンのもち食感ロールシリーズって。これ美味しいからみんな食べてほしい。めっちゃうまい。これめっちゃうまいよ。めっちゃうまい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 。エビバイダンピッポ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 ッ。で、みんな何が衝撃か言ってあげようか。今のノリ動画向けだと思うじゃん。普段の方がやってる今日はたまたま調子が良くて動画に現れたわけではなく、普段はもっと調子いいから動画はね、もうちょっとまともな人に見せようと思って頑張ってるからね。よくダメだね。うん、多分本当にあったらもっとおかしいなって思うんだよね。うん、多分思うと思う。うん、こいつらバカだなって思う、本当に。なんか私甘やかされてることあるかな。めっちゃあるわ。私バイト作る甘やかされてることだろうな。うん、だって甘やかしてるもん。うん、私はこう見えても甘えん坊なので、すぐ栃木に抱きついてます。ですぐ好きって言えってせがんでるよね。でも一日最低1回私せがんでる気がするわ。かもしれない。言って、うん、言ってるね。でもいいんじゃないの。それがなくなった時がもう夫婦が終わる時だから、それはもうなくさないでおこうよ。寂しい、あれなくなったら。私が言って寂しくないわけないじゃん。じゃ寂しいんじゃん。寂しいわけないじゃん。まあ分かんなくなってきたどっちだったよ。あとはいつでもどこでも遠い距離のとこでも絶対に運転してくれるところ。俺はだってディちゃんにずっと運転させてもらってるのが嬉しい。そうなの。じゃあ運転したいんだよ。そうなの。そう、運転されたくはないんだよ。あとね、絶対夜ご飯の食器片付けてくれるのママじゃん。ママやん。私は召使いか。みんなこれ多分食った方がいいかな。これめっちゃうまい。あれ今日いちこれだってそういうの好きだよね、和菓子系。うん、なんか不思議じゃない？日々絶対にバンバン出してもらってるのにさ、こうやってパッて言われると思いつかない。難しくない？どちゃんね、最近思ったの。とっちゃんが自分が食べたいものでも食べたいのあっても、とりあえずでいちゃんの意見を聞いてるなって。とりあえずでいちゃんの意見を聞いて、でいちゃんが本当に何でもいいって言った時は、とっちゃんがじゃあこれ食べたいって、あれこれ俺意見あるのになんで言ってないんだって思いながらも意見聞いて。いいんじゃん。いつもさ、夕飯何食べたいって言った時、何でもいいよって言ってる時は本当はなんか食べたいものがあるの。たまにある。なんで言わないの？だってディちゃんその時油っぽいの嫌だって言うんだもん。でも確かに言われてみれば、私食べたいものっていうものはないけど、これは嫌だって言うよね、結構。うん、それが俺の食べたいものに当てはまった時はもう残念なの。でも沈没船なの。ごめんって。でもお互い様だけど、うん、思うのは、何かにかこつけてすぐ相手に買っちゃうのは甘やかしてるなって思う。いや、買ってあげるって。そう、買ってじゃあこれプレゼントでしてあげるって。お互いにさ、自分にケチじゃん。だから自分に対しては金を払わないから、例えばじゃあトッチがなんかね、5000円の T シャツで渋ってたとしましょう。だから私は「でもそれトッチめっちゃ似合うから買ってあげたい」ってなっちゃうから、そうすると例えばじゃあもうすぐトッチの誕生日だからとか、3年記念日でとか、何か適当に理由をつけて買ってあげちゃうっていう。基本的にさ、それがあるのって俺の方じゃん。買いたい欲すごいじゃん。うん、でも買わないのが多いじゃん。そう、買ってあげちゃいがちな気がする。まあ言うてもさ、もう今更2人の財産だからさ、買ってあげるとかさ、そういうのじゃないけどさ基本ずっとなんだよな、どっち優しいから。いやでもどっちもどっちで、どっちもどっちで甘やかされてるよ。トッチは私が例えば「トッチおいで」とかってやると甘えてくれるイメージなの、なんだけど私はトッチに言われなくても自ら進んで甘えに行ってる感じがするから、だから私の方が甘えてる気がする。そう思うとさ、俺がてっちゃんに「おいで」っていうのなくない？っていうか言う時あるんだけど、私が「おいで」って言われるのを待っているって感じ。え、トッチはさ、トッチの中ではめっちゃ私に甘えてんの？普段の生活、普段すり込んであげる、私のツボを。こういう時とかじゃないけど普段、なんか甘えてるなーって思う。普段こう生活をしていて私はめっちゃ思うの、こっちに毎日甘えまくってるなって。俺はそんなに甘えてないと思うよ。あ、そうなんだ。やばー。じゃあしっかりしなきゃ。私日頃の生活でいっぱいいろんなことやっても、父ちゃんだって何も動かないじゃん。このご時世で亭主関白じゃん俺はやれこれよ、ウィーウィーウィーってやってるじゃん。違うよ、後回しにしてるだけだよまだ亭主関白の方がよかった。後回しにしたいだけではただの悪口じゃんただお前やんねえって遠回しに言ってるだけじゃんまんまクレープでも食べて。ああ、じゃあああ、美味しい美味しい。どっちかがジャイアントチョコ。ジャイアントチョコ食べてないよ。食べてないってこれ。なんでよけてるからでしょ、てっちゃんが。キュッて光の速さでキュッて。ほら。うわー。ここ。ちょっと取ってそれ。飲むの。でん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 。早くしてくださいみんな。結構長いねこれ。ちょっと早く。あ、意外に早かった。よかったよかった。あ、やばい、まだちょっとおかしいね、やばい。もう戻すなよ。はい、返せよ。なんかさ、このさ、上にさ、これ持ってるとさ、めっちゃさ、ガチジムガチ勢みたいな。プロテイン飲んでますみたいな。めっちゃぽい。私はこれで痩せました。ライザップ。ね、このさ、服装結構やばくない？なんか体型云々の話じゃなくてさ、なんかシンプル。いいや。ごめん、もう一回もう一回、ていちゃんお願いお願い。なんでもかんでもみんな。ていちゃんね、やばい、本当もうその格好やめて。誰だよ、もう一回やれってやつ。ちょっとこれ美味しかったからいけるかなと思ったけど、ちょっと2個目手いかないわ。これ結構重たくない？重い。え、でもこれは重いけど、この白バージョンのオーソドックスの普通のロールケーキ版食べてみてほしい。あれもうまいから。え、これってさ、うちらだからこう適当なのか、世の中のみんな意外とこういう適当な会話してるのかってどっちだと思う？賛否両論。だからその知らない人とかと喋るときはなんかちゃんと頭回すけどさ、大人と喋ってるときは頭を使ってないっていうのか。使ってない。なんでだ。もう寝よ。もうやばい、もう11時だから。甘えて、甘やかされて、甘えあって、スイーツかのように生きていきましょう。おやすみなさい皆さん。バイバーイまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。